藤は藤でも何藤でかな、これは。まあこれ基本は藤は山藤と伊達藤、要するに藤というものがあって、右巻きと左巻きで変わる。で右巻きは伊達藤、まあ、いわゆる藤ですね。で左巻きは山藤で、山藤が先に花を咲かした後に早春で、その後に伊達富士、富士が咲いてくるというのは基本になっているんですね。で青森県の場合はちょっとわからないですけど、まあそういうふうに、まあ同じだと思いますけど、そういうふうになっています。で右と左の巻き方をちょっとみんなで、さてこれは山富士なのか、伊達なのかがわからないといけないんで、右に巻いてか左に巻いてかっていうのがどっか、あると思いますね。さっき、あれどこだっけな、さあ切ったらわかる。じゃあちょっと切ってみましょうね。じゃあちょっと切ってみましょう。でこれは基本的に幹を通ってきた時に、このつるの巻き方で、この幹に対して自分の手を右手に回した、この親指がこういう方向に回っていくってことが右巻きで、左手でこの幹を掴んで親指がこういうふうに回ってきたら左巻きになります。でそれか図鑑によって違うけど、分類の仕方は上から見て右巻き螺旋なのか左巻き螺旋かで見るんだけど、私は牧野植物園にいて牧野富太郎先生の、まあ、教えを説いている植物園にいたもんですから、この右手で巻いた時に右巻き左巻きを教わりました。これは師匠は稲垣則俊先生だったんですけど、でこれはおそらくこれは右巻きになっているので、これは山富士じゃなくて富士だと思います。これ先ほど、あ、これそうですね、これちょっと分かりにくいけど、これ例えばこう、いや右に巻いた時にこの方向がこういうふうに巻いてますよね。こういうふうにこうだ、これは右巻きになるんです。でこれが左向きだとこれ全く反対に向いていくわけだから、これ左巻きではないから、これは富士、山富士じゃなくて富士であるということが分かります。でこういうふうにまあ、小学校の皆さんに教えるには、小学生の皆さんに教えるのは、この手で右手で掴んだ場合と左手で掴んだ場合がいいと思います。で富士は低く、イソフラボンを持ってて、花は一応この僕は四国ではこの日曜日とかね、木曜日とかで食品として使っていて、富士の花を食べてました。一袋100円ぐらいだったと思うんですけどね、まあ、そうやって地方によって食べる食べるのがありますけど、富士は食べられるんですね、花が、はい。一応、基本は枝は食べないでください。一応有毒成分が入っていることもあるので、花は大丈夫だと思います。一応そういうふうに教わりました。右巻きと左巻きです。あとここにあるこの自然薯ね、これも、これ見るとこれはですね、ちょっと余談なんですけど、これね、山の芋科の仲間で、こういうふうに節に両方こう2つこれ対線になってるから、これ互線になってますよね。ここの葉っぱに、葉っぱの傭兵がこう両側に出てきたらこれ対性、これに交互に出てきたら互性って言いますけど、互性は食べられないことないかもしれないけど美味しくない、苦果種によって非常に苦くて美味しくないっていうのがあります。これは食べられない方ですね。どちらかというとこの葉っぱ、僕小学生の皆さん教えてるのは、この皮付きがキツネかタヌキなんですけど、まあこれはあんまりはっきり言ってあんまりいい分類じゃないと思うけど、まあキツネさんはどっちかというと食べやすくて、タヌキさんは食べにくいって教えてましたけど、これどっちつかずだね、これね、どっちとも言えない、タヌキもどっちも見れる。ただこういうふうに耐性になってないので、これは無加工があっても食べにくくて苦くて食べられないっていうのがよくあります。
これも吊る製で右巻き左巻きがあるけど、あの北半球と南半球では巻き方が逆転するんで、これ面白いと思います、だからさて藤は南半球持っていったら右巻きが左巻きになっちゃうのかどうかはちょっと試してみないとわからないです。一応こんな逸話がございます。以上です。